おはようございます。ダンサー、俳優、動画外見力、動画集客、動画ブランディングのジン・ヒロシです。今日は動画のレスポンス、動画同士のリンクみたいなものなんですけども、それについてお伝えいたします。動画レスポンスは自分の編集画面のこの下の方に、ここにあります。で、ここの部分なんですけども、こういうふうに開いていただくと、動画レスポンスが自動的に追加されるのを許可します。はい、承認後にレスポンスを許可します。いえ、動画へのコメントの投稿は許可しませんというふうになっています。一番最初は開いたときは基本的な設定のとこっちになってますので、僕の場合はどなたでも動画レスポンス OK ということで、ここへやっています。そしてここ変更保存をクリックします。で、相手が動画レスポンスをしてないと、こちらの方もできないので、できるだけ自分が近いもの、とどあのそれに対する動画レスポンスということで、この検索ページでいろいろ調べて、自分が出す動画で売る、集客すにる、関しての、ブランディング、動画レスポンスをお願いする形をとっています。こちらの、今、ジンクロテレビというのを谷岡正樹さんとやらせてもらってるんですけども、コンテンツのクオリティ、こちらに僕の、サイトを動画レスポンスしたいんですけど、多分僕に対しては許可しているはずなんですが、ここをクリックします。そうすると、ここ、動画を添付というのが出てくるので、ここをクリックしてください。そうすると自分のサイトに戻りますので、自分の既存のいずれかの動画のレスポンスを、選択しますということで、この中から自分のを選びます。今、コンテンツのクオリティだったので、僕も同じようなものを、この中で作ってるのですが、どれだろう。どれだろう。この探すのがちょっと大変なんです。あ、これだ。これをクリックします。そして、ここを選択した動画を使用する。そうすると、相手が許可していると、これは元画像ですが、動画で、あの動画、谷子さんの方ですね、下に出てくるようになるんですが、許可しているか、あ、してましたね。ほら、ここに出てきました。動画で売る、集客する、そして、ここをクブリッランクディすングるシリーと、ズ。僕の方にも行くんですね。で、谷岡さんは、僕はコンテンツのクオリティっていうタイトルにしてるんですけど、あ、動画で売る、もうす集で客すに、る、ブランディングシリーズ。すでに谷岡さんの方は僕の方の動画レスポンス申請しているので、僕はいつも許可しているのでやっていました。で、ここをまたクリックしてみましょう。そうすると、谷岡さんのサイトに来て、僕のものが下に表示されます。動画で以売る、上集で、客する、ブランディングシリーズ。両方のお友達同士、あるいは友達でなくても似たようなサイト、このタイトル、ここをね、同じようなものをここで検索していただいて、リンクをお願いする形を取ると、動画レスポンスが両方のアクセスを望めるということです。ジン・ヒロシ、今日は動画のレスポンスの方法でをお伝えいたしました。それでは。